自衛隊大阪大規模接種センターは、大阪や兵庫、それに京都の65歳以上の高齢者を対象に、今月24日から運営が始まります。今日は本番を前に、自衛官らによるシミュレーションが行われ、受付から予診、接種までの流れが確認されました。合わせて28ある接種ブースでは、高齢者役の自衛官に問診を行った後、ワクチン接種の練習をしていました。何度も練習をしてきたので、接種する方がいかに安全にできるかっていうところに関しては、うまくいったかなと思っています。予行準備をしっかりしておりますので、まあ、安心して来ていただければよろしいかと思います。まあ、心を込めた対応をしっかりしていきたいと思います。大阪会場では1日5000人の接種を見込んでいて、今月24日から運用が始まります。